はい、どうもどうも、昆布チャンネル TV ミネラル豊富テキスト19ということで、今日のポケカツで、なんか音入れるとね、それらしいのに手抜いてすいませんということで、今回クチート4連戦してきました。その動画を配信させていただきたいと思います。ですね、クチート第3世代追加になって、このクチートとアブソルが色違い出るっていうことで、私も 色違い欲しいんじゃということで、4連戦頑張ってきました。あとね、第3世代に私詳しくないんですけどね、私詳しくないというか、ポケモン自体そんなすげえ詳しいわけじゃないんですけども、いろいろな情報を見ながら、少しずつこう前進しながら、ポケ活ポケ情報に詳しくなって邁進しております。ね、このクチート初めて見た瞬間、ああとにかく、すげえと思いました。もうポケモン神ゲーだなと。だって頭に口あるってどういうことやねんと。まあ詳しい人たちは当たり前やんになる世界だと思うんですけども、まあすごいですよね。口なんでクチートって名前だと思うし、ただね、これ正面見るとかなりかっこいいんすよね。ほんとほらね、でババババーンって、後ろが前か前が後ろかっていう、クチートくん、俺はもうほんとクチートくんラブになりました。というか、クチートのまあ詳細情報としては、クチートには炎地面タイプが効くということで、さっきは地面タイプのサイドンが出てましたよね。とは言っても、今のところこれ2玉なんでね、1人レードで全然できる、ゴリ押し、炎地面使わなくてもゴリ押しでやっつけれるポケモンではあると思います。一応ね、メガ進化枠ということで、強くなるというポケモンではあるんですけどもね、メガ進化がそのポケモン GO でいつアップデートなるかって言ったら、まだまだわからないんですけども、その辺はね、ナイアンティックさんがどう動いてくるか、すごいですよね、そういうのを考えると。ただ第2世代活躍、ポケモンの活躍という視点から見ると、第2世代の御三家と言われるポケモンたちもなかなかね、まだ日の目を浴びないところでありますよね。でもポケモンって強いのはやっぱ人気あっていいんですけども、強いだけがポケモンの楽しみ方ではなくて、それぞれがね、それぞれにこのポケモン好きっていうのがあると思うんでね、そういうのをラブポケモンっていうんですかね、言わないですね、はい、言わないですよね、ラブポケモンなんてね、推しポケモンですよね、はい、自分の推しポケモンということで、クチートは推しポケモンの一つになった感じがします、私の中で。第3世代がこう 50体こう追加されて、でさらになんかこう初心に帰れた気がします。初めの頃、ポケモンがこうポケモンを探す旅に出てました。でも最近ね、ちょっと緩く、あまりにも緩くなってしまって、ちょっと出る、今日はちょっと休もうみたいな。ただこの50ポケモン追加された、早く図鑑埋めたいみたいな感じで、ポケ狩りに出てるような自分を見てね、ちょっとニヤッとしております。ポケモン愛あるんじゃんみたいな、すごいっすよね、さすがです、素晴らしいの一言です。楽しませていただいてます、本当ありがてえ、ポケモン GO ありがてえ、ね、クチートやらなんやら、もう第3世代すげえ。後で第3世代こう図鑑埋まるのをアップしていきたいと思いますけども、まあかなりすごい、こう手抜いて作ってるポケモンの割には動きすげえじゃんとか、ね、これキモリ君もいたんですけども、キモリ君もなんかこう面白いポケモンになりそうですよね。まだ私自身もちょっとちゃんと分かんないんですけども、こう調べれば調べるほどまた楽しくなっていくというか、ポケモンって素晴らしいなね。
ということで、まあ、口と4連戦目も色違い出ませんでした。早く色違い出ないかな、欲しいよなという楽しみ方ですよね。ないからこそ欲しいって言って頑張ったり ね今またEX パスだったり何なりもテスト終わってね、通常になって、私も実は1ヶ月ぶりにパス来ました。ありがてえ、ありがてえ。でしかもそれがね、ミュウツーかどうかもわからないですよね。レッグーザだったりしたらどうしましょうね。なんてね、こうワクワクしますよね。何が来るかわかんないってところなんですね、ワクワクの根源なんでね。その辺ナイアンティックさん前はさすがだわ。なんてね、上から目線じゃいけませんよね。はい、本当いつもポケモン GO をやらせていただいて本当ありがてえ、ありがてえ。ということで、いろいろ動画の方をこれからもちょくちょく今日のポケ活でみたいな感じでアップさせていただきたいと思います。まあね、なんか面白い情報があればいろいろ盛り込みながら一生懸命アップさせていただければと思います。今回もご視聴ありがとうございます。できるだけ早いターンでアップしていければと思います。面白ければグッド重ねてチャンネル登録もよろしくお願いします。こまめに上げていきたいと思います。ありがとうございます。